反乱軍は織田軍との戦いに勝利、今川義元と袁紹を味方に引き入れ、織田軍の切り崩しに成功する。そして彼らから重大な情報を聞き出す。織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。彼はそのために同盟を組む北条の忍び風魔小太郎を各地に派遣、腕輪の行方を探らせているという。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。信長の謎の力を解く手がかりをつかめるかもしれない。反乱軍は小太郎が目撃された地に急行した。というわけで到着。風魔の旦那はまだいるみたいっすね。いや、間に合ってよかった。アナイ大義、それと銀平殿、徐光殿、二人とも急に誘っちゃって悪かったね。いいえ、いいんです。こういう時のために徐光殿に鍛錬してもらっていただけですから。いいな、鍛えられたのは拙者の方でござる。銀平殿のおかげで随分腕力がつき申した。今回の戦にてそれを生かしてみせましょうぞ。鍛錬をちらっと覗いた限りでは二人の強さは本物ですぜ。ここは頼みにしちゃっていいかと。うん、心強い味方が来てくれて助かるよ。風魔の忍びは一筋縄ではいかぬ相手。北条軍も氏康不在だからって気は抜けんしね。信長の秘密に迫るためにも各々力を尽くしてもらいたい。はい、力いっぱい頑張ります。この上皇名にお任せあれ。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬのだ。まあまあ、そうぼやかないで頑張りましょうって。それにしても風魔の旦那、今回は楽に尻尾をつかませてくれたにゃん。この運に乗っていい情報がつかめますように。腕輪のありかと氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をとっちみりゃいいっすね。やってんで。おいお我が家、さあ倒して。敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。どうしよう、炎紹殿は動いてくれません。名族に無理強いはできないね。けど炎紹殿が果たして本気かどうか。討ち取ったり。風魔さんも腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。君の関係で口を割らせてみる。うるさい、うるさい。あれ、風魔さん以外に人間がいるけど。あの者らも氏康の忍びを狙ってるようじゃ。真田の戦、先に接触されるとちょっとまずいな。敵の敵は敵ってことですね。じゃあ、あいつらも全員やっちまいます。あれ、新しい敵が。非力ですが頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。信長さんに従ってて大丈夫？あの腕は意外ととんでもないことが起こっちゃうのに。何？とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりして、カイ。今はお父様を信じて進まなきゃ。
かなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。腕輪を狙う勢力の一つ、信長に教えてやる。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。あの荒手、まがまがしい兵を連れておるの。詳しい戦の経験長いけど初めて見たよ。もののふの意地、大義である。あの乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚？もののふの意地、ここに詰めさん。でも不気味なところがそっくりだにゃん。すごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。もののふよーし、ここに詰めさん。無敵の体に挑もうぜ。まがまがしい連中は片付いたようだね。じゃあ当初の目的を達成しようか。へい、風魔の旦那をとっちめるってやつですね。もののふの意地、何なのよあの怪しい女。いきなり襲ってきて。ストッパイ、兵たちが傷ついてしまったわ。カイ、一度体勢を立て直しましょう。あとは私。おお、なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。異形の舞台が相手だ。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。門を開いて本陣に交代。策の匂いがプンプンするが、果たして。あ、敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が武にて策ごと打ち破ってみせよう。氏康もじゃけど、一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。信長は元の世界でも理解不能ですから。本陣に氏康の忍びはいないようじゃねえ。キュリってことは、いや、罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここからは加藤忠犬が相手だ。打ち取った。罠を見抜けないのは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやすい。これでどうかな。うん、大義である。加工派殿、お久しぶりでござる。なぜ貴公が北条軍に。俺は北条の姫様に救われたんだ。彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてくれた。真田の戦、まあ、その恩ぐらいは返さないとな。燃えよ我が槍、我が魂や。十分返せ。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。加工派、敵ながら見事。武をもって恩義に報い申した。我に用があるのだ。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですか。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技よ。幻惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。人形とかあの女とか気になることはあるけど、今は小太郎を守らなきゃ。風魔さんは撃たせない。私が相手を務めます。惜しい。残念でした。一段と燃えてるにゃ。こんにちは、ひりきですが、よろしくお願いします。もののふの意地、何がひりきよ。凄まじいバカ力じゃない。
この子の方がよっぽどクマなんじゃないの？見せるのでした。全員偽物だったとは。ちょっとのぞき、ここに示さん。親方様、遅くなってすみません。クーマの旦那の居場所が分かりました。さあ、あとは私。風と戯れ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。今いるか。待て、冥族炎本社がいる限りここは誰も倒さんぞ。まさかな。生きるか。これは助かっちゃったぜ。何か正しくて何が間違いなのよ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。アリマ、冥族は伊達じゃないってことかにゃ。すごい、ここに敵が来るって分かってたんですね。これが炎章殿の努力。頼りにしている。ずいぶんお見事。遅くなりました。さて、観念してもらおうかね。知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられ。なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。お父様の道を信じて戦ってきた。でも、負けてしまった。私は一体どうすれば。さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。小太郎は腕輪を探してること、親方様は信長の覚悟を認めてること、それぐらいよ。私たちはお父様を信じついてきました。でも、もし腕輪を使うと恐ろしいことが起こるのなら、これ以上織田軍の元で戦うことはできません。どうか私を連れて行ってください。お父様に真実を確かめるために。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければ、きっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直、あの女の言葉気になって仕方ないんです。納得できない限り信長に協力なんかできない。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるし、そっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎じゃし。わあ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえば、あの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのに、また謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてですぜ。ん？初めてのはずだよね。うまくいったか。戦場を混沌で染め上げてやろう。